ならばリアルセンスで全身のモーションキャプチャーができるか試してみました。こちらの構成になります。 USB 3.0 でつないでいます。 Unity 上でリアルセンスを動かし全身の骨格を取ることができました。でもモデルはない。そうだ、この前オープンソース化されたレイヤードストーリーズゼロのモデルが使えるのでは。ミシェラちゃんをお借りしました。はじめまして、ミシェラちゃんをリメイクできました。実際の映像を合わせて見てみたいと思います。このカメラをタッチすれば実際の動きとミシェラの動きが一緒に見えます。左右に動けばミシェラも左右に動きます。足もちゃんと検出できているようです。でも大丈夫そう。ただ足のトラッキングが外れると変な方向に向いてしまいます。カメラに近づけばミシェラも近づいてきます。座りながらキャプチャーすると上半身だけ動かせました。ゲーム実況とかの配信ではこちらの方が楽そうです。最後に手の検知をやってみました。ビッグミシェラちゃんハンドです。とりあえず 2D だけ検出できました。 2D とウェブカメラを操作できるようにしています。リアルセンスを使っている人は少なそうですが、気軽に VTuber として配信する選択肢としていかがでしょうか。四角な